水流ってどのくらいの強さかな？に対する読者の反応を見ていきます。それでは、ゆっくりしていってね。水流ってどのくらいの強さかな？ S 級レベルには達してる。S 級は確実。ただ、登場した時点でジェノスに勝つのは無理だと思う。初登場時のジェノスと互角かやや強い。バング、アトミック、クロビカリ、クラッシュにも勝ち目はない。ブタカミ、わらべ低装備あり、金属バットも厳しそう。万全でも言う相手だと難しそうだし、深海王にギリ勝てるかどうかじゃね。A 級未剣士くらいのイメージ、 S 級最低ラインのプリプリより強いとは思えない。これから本気で鍛えれば超えられる可能性は感じるけど、実力は普通会は余裕であり、精神性はまだ及んでない感じ。プリズナーやタンマスと同レベルだと思ってる。プリズナーに勝てるかな？いやいや、と同じか少し強いレベルかな。まだ精神が普通すぎる。 A と S の間くらいの印象。もしかしたら下位には届くかもぐらいな感じかな。さすがにイアンアンより強いわ。あいつ3人がかりで鬼に手こずるレベルだぞ。イアンアンも鬼底辺サイレスラーなら戦い方にこだわってやり合えるくらいの強さはあるから、決して弱くないぞ。それくらいじゃ甘いのメガネを超えられないが、サイレスラーは他の部位も普通に硬いが、角にこだわらなければ勝てたんかね。プリプリ、タンマスは極まった精神性による土壇場でのパワーアップがあるから、仮に身体能力が互角でも二人には劣るイメージかな。スネックやイナズマックスくらいなら瞬殺豪傑友情威嚇には赤子扱い、怪人爆弾認定編よりも弱いっぽい。低く見積もっても甘いの属 A 級パッククラス、高く見積もるなら S 級海クラスってところかね。爆弾は豪傑に負傷した後だから、なんとも。バグザン相手にやられたのは豪傑に半殺しにされかけたからだぞ。その前に鬼レベルを単独で倒してるんだから、 S 級の最低条件は満たしてるから、 A 級はさすがにない。それはそうなんだが、自分を倒した埼玉でも爆弾の打撃を浴びるのはヤバいと判断してたからさ、もしかして万全でも普通のかなと思ったり。でも A 級を本気出さずに瞬殺できるなら確かに S 級には到達してるか。心折れてる状態だからその判定は当てにならんわ。そもそもその前にバグザンのラッシュにも普通に耐えてただろ。豪傑はジェノスクラスも瞬殺してるからな、ちょっと比較対象にならん。S 級もドンケツからスタートって感じかな。強いやつは悪いやつにも勝てる人たち。ヒーローは自分より強いやつにも誰かを守れるためなら挑める人たち。弱いヒーロー意味ある？強いやつとヒーローの違いは？ってことへのアンサーだった感じする。水流編、なんか S 級言うと互角みたいに考えてる人がいるかもしれないけど、言うと戦えるのは S 級の中でも中上の奴らだからな。レベル鬼程度なら単独で楽勝なわけで、S 級相当の実力は間違いなくある。タンマスやプリズナーとどっちが上かだけど、直接対マンしたら対人性能で水流が勝ちそうだけど、水流が勝てない怪物にタンマスやプリズナーなら勝てる、みたいな力関係なイメージある。強さだけならプリプリタンマスともタメを張れるけど、あくまで才能と鍛錬による肉体強度の上昇でしかないイアイアンと A 級上位の延長線上であって、 S 級のような壊れ方はしてないって感じ。ただ延長線上でも突き詰めまくったファングやアトミックが S 級にいるから将来性は高そう。埼玉も言ってたけど楽しく一体精神ならこれ以上強くならない方がいいな。死ぬかクロビカリみたいになるよ。S 級の中にも技量系のキャラと明らかに異能だろってキャラがいて、プリズナータンクトップもは異能キャラだから純粋な比較は難しい。精神折れたって自信には意味ないくらい硬いクロビカリと違って、精神の影響もろに受けるファイトスタイルだから S は厳しいと思う。強さ据え置きでも頭おかしくなれたら S 死も注意なイメージもあるけど、いや、精神に影響あるとか言っても実力自体は普及なのには変わらんだろ。その理論だとヒーロー精神持ってないから普及にもなれないとかいうようなもんだ。ヒーローとしてはメンタル面で C 級以下なのは自分でもわかってるしな。図級の基準は鬼単独討伐で推定鬼の怪人か巨で倒してたから全然図級あると思う。タンマスは明らかに背骨も全部バキバキにされて歯茎に食われたのに助け出された次のシーンではかなり回復してたからな。
プリズナーは言わずもがな技量的に壊れてるのか人間性能が壊れてるのかで色々ある。若バングと似たような流れだし、ここから鍛え上げれば S 級上位にも届きそうなポテンシャルは感じるな。あの時の水流って鍛錬サボってて天性のセンスだけで鬼レベルに勝ってるし。お兄ちゃんに分からせられる前の若バングってどんくらい強かったんだろ。特殊能力もタンクトップもない水流が目指すのはたけしを極めた感じのヒーローかもね。自前のパンチで埼玉を浮かせられているのは評価したい。満身創痍の状態で足なめろされてから相手の指をキーするのはだいぶ強い。助けは求めても敵には屈しないなんとも言えないメンタルしてたからな。満身創痍の状態なのに誘拐の骨を余裕で折れるのやっぱおかしいわこいつ。ヒーロー試験受けてたら満点で甘いが認めや S 級スタートもあるだろうし。というか原作だと強子という加速が勘に受けてるんで多分 A 級スカウトからじゃない？ネオヒーローに誘われることだし。女の子を守るためという下心があったとはいえあそこで豪傑たちに立ち向かえるのは普通に勇敢だよ。昔の画廊とゲームで戦った時は互角だけど案の定機械が追いつけなくなるオチだったね。S 級の最低限を考えたらショップリズナーより強ければ S 級になる。試合なら S 級界とやり合える、実戦なら S 級界のが使える。ブサイクはゲロ化する前でもタンマスじゃ全然勝てないレベルだから無理だと思う。ブサイクは力落ち一辺倒だから武術を貯めてる水流の方がタンマスより有利に立ち回れそう。そんなに強いならチョゼぐらい瞬殺してるよ水流は。ゲロブサイクは痛みを与える相性もあって黒光をしてたからな。一応黒光の肉体はあいつの3にも耐えてはいるがメンタルダメージがな。ゲロブサは相性込みとはいえ黒光クラッシュアトミックあたりを普通に空殺できそうだからちょっと頭おかしい性能してる。水流は鬼に勝てるが言う相手だと相性良くないと無理ってぐらいだろう。その相性も格闘技に弱い怪人はあまりいないのがねって感じかと。ブサは力押しだから格闘技を身につければ裁くことも可能だからな。極致がこいつさすがにこの領域じゃないと思うが、バングは生きてた頃に兄にボコられて反省して修行し直したおかげで技が極致に達してるからな。ダークエンジェルラッシュ覚えたプリズナーくらい強くて、エンジェルハブやキッス、エンジェルスコケアーマーとかのもろもろを覚えたプリズナーよりかは弱い、そういうイメージがある。受け流す流水岩塞拳に対して力とか衝撃で押し込む酩酊拳は別方向の窮地に達しそうだね。まあ深海王と戦ってる頃のプリズナーぐらいはあるのかね。ショップリズナーでも分厚い鋼鉄の壁破壊してるけど、水流も技使えば大型トラック破壊できるって言ってるからできないことはないだろうし。村田半じゃ通常攻撃でトラック破壊以上の攻撃してるから原作と強さ違うやろ。村田半で大型トラック粉砕する一撃って言ってるのよ。何？マジか、見直してくるわ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。